こんにちは、カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日の話は病気と仕事っていう話をしてみたいと思います。まあ、なぜこんな話をするかというと、まあ、僕の動画をね、普段見てくれている人は知ってる人も多いと思うんですけども、僕自身が結構病気持ってるんですよね。実今年見つかったのが好酸球性食道炎と、まあ、好酸球性腸炎って言って、まあ、喉が急に疲れて食べられなくなったりだとか、あとは食べたものをこう消化吸収するのが大変なので、お腹が痛くなったり、こう疲労感が強くなったりっていうので、結構今まだ苦しんでますもんね。あとはこう不整脈を持ってたりとか、腰はヘルニアを持ってたりだとか、あとはまあ喘息鼻炎アトピーのアレルギー疾患を持ってたりだとか、まあ探せば多分結構いろいろ持ってるんですよね。まあこんな普段動き回ってはいますけれども、意外と病気を持ってます。で、その今回の病気が結構ですね、体力をかなり消耗していて、今までは完全にも仕事中心でした。もう仕事を休むっていう感覚があんまりなくて、もう仕事をまあ嫌いじゃないので、仕事がですね。なので仕事をしていると楽しいし、自分を磨くこともできるし、で、まあ、職業柄人から感謝されることもあるので、やりがいもありますから、結構仕事好きで頑張ってたんですよね。ただ、この病気をすることで、こう、今を考え直すチャンスなのかなと思ったんですよね。こう、今年で40歳になったので、人生がもう折り返し地点ですよね。で、若い頃みたいに体力ももう病気もあって、体力もかなり落ちていますから、こう、向か前みたいにこう休まず無理をするっていうのがなかなかできなくなってきたので、こう、今は小児救急をちょっと休職させてもらったりだとかっていう形で、今後はこう、今の自分の職場もね、こう、仕事のペースっていうのを考えていかないと、もう多分冬は体が持たないっていうのが分かっているので、なので、まあ、今を考え直すチャンスなのかなと思って、ちょっと自分に言い聞かせるために動画を作っています。で、健康管理って、皆さんどんなされてますかね。これ結構大事なことなんですよね。ただ健康管理ってですね、意外とめんどくさいんですよね。で、めんどくさいことは後回しになる。しかも、健康管理って、例えばちょっとお腹調子悪いなとか、ちょっと腰が痛いなとか、もう歯なんて一番いいで、ちょっと歯が痛いなみたいなのでも、すぐ病院に行く人と、もうなんとなくこう目をつぶって、臭いものには蓋をするじゃないですけども、なんとなく見て見ないふりをして大丈夫だろうっていうことでこう無視してしまう人っていらっしゃると思うんですけども、やっぱりこの健康管理をするかしないかっていうのが、改めてこう、まあ、職業からちゃんとしとけよっていう話なんですけども、病気っていうのになって、ちょっとその難病なんですよ今。なのでその治るっていうものではないので、自分でコントロールっていうか上手に付き合わなければいけない病気なんですけども、その病気をして体調を崩したっていうことになって、初めて今を考え直すチャンスだなと思って、そこで初めて健康管理って大事だなっていうことに気がついたんですよね。なのでこの面倒っていうのではなくて、自分を管理できるようになれば他のことも管理できるようになるんじゃないかっていうことですよね。なので健康管理をするっていうのは、長生きをするとか、こう元気でいるためっていうのも当然目的としてありますけれども、こう自分のことを管理するっていうことでもありますよね。例えば食事を気をつけるとか、こう早に早起きをするとか、夜更かしをしないとか、深酒をしないとかっていうのは全部自分との約束になりますよね。なのでそこができるかどうかっていうのは、自分との約束が守れるかどうかっていうことにもつながってくるので、そこができる人っていうのは、やっぱり他のことも関係ができるようになってくるんじゃないかって思うんですよね。なので仕事もできるようになるかもしれないですし、プライベートも充実してくるかもしれないですし、時間関係が上手になってもっといい人生が送れるようになるかもしれないですよね。なのでそういった意味では、この健康管理がしっかりできているかできていないかっていうのは、この他のところを管理するかっていうのでもものすごく大きな違いになってくると思いますので、ちょっと健康管理は皆さんしっかりちょっとしてみましょうっていう話をしてみました。で、あともう一つ、病気になるとやっぱりついてくるのがこの不安ですよね。例えば僕であれば難病なので治し方がない病気なので、この先どうしようっていうのは当然不安になりますし、あとはそうですね、こう仕事でわからないことがあるとかっていうのもそうですし、まあ一番いい例がこう新入社員なんてまさにそうですよね。こう何もわからないところにポンって入れられて、不安じゃない人っていう人の方が少ないと思うんですよね。なので不安っていうのはわからない状態
だと僕は思ってるんです。なので不安とは分からない状態、不安とこう分からないっていうのが僕はイコールなのかなと思っているので、なので病気と今日仕事っていう話なので、病気であれば病気と素直に向き合って分かろうとすることで不安が軽くなる。要は病気だから私どうしようって言っても不安があるだけではなくて、そこからちょっと一歩進んで、病気のことを例えば専門医にちゃんと相談して聞いてみるとか、あとは対処法をちゃんと学ぶとかっていうので、まあネットで調べてもいいんでしょうけれども、いろんなことが書いてあるので、僕の中ではやっぱり医療従事者の立場とすると、ちゃんとした知ってる人に相談をしてもらうっていうのがやっぱり僕は一番いいのかなと思っていますので、病気に対して素直に向き合って、その知識を得ることで、不安が軽くなる。でそれはですね、病気以外でも同じことだと思うんです。例えば仕事にしてもそうですし、まあ、テストなんていうのもそうですよね。テスト勉強をもうしっかりして、よし完璧だっていう状態だとテストを受けるのが楽しみかもしれないですけども、全然もう勉強しなくて全然追いついてない、どうしよう悪い点取ったらって思いながら受けるテストはやっぱ不安ですよね。で仕事もそうですよね。こう例えばプレゼンがあるときに、もう資料をしっかり作って何回も練習して、よし完璧だ明日頑張ろうっていう状態でプレゼンをするのと、もう前日に慌てて準備して資料もできてるかどうか5時もチェックしてないような状態でプレゼンするのでは、やっぱり不安感っていうのは違うと思うんですよね。なのでちゃんとそのものと向き合っているっていう状態だと、やっぱり不安っていうのはちょっと軽くなるのかなと思う。人間関係もそうだと思います。全然知らない人と話すのはやっぱり不安ですけれども、それがだんだん打ち解けて、こんな人なんだって仲良くなってくると楽しみになりますよね。なので不安を楽しみに変えることができるんです。なので知識を得る、勉強をするっていうのは、不安を軽くするだけではなくて、不安を楽しいに変えることができるので、この違いっていうのは僕は大きな違いだと思いますので、書いていこうかな。よいしょ。この不安を楽しいに変えていくっていうのは、ちゃんとこう向き合う、もしくはこう勉強して知るっていうことが大事だと思います。なので、自分と向き合うことで不安が軽くなるかもしれないですし、病気と向き合うことで病気に対しての不安が軽くなるかもしれないですし、仕事と向き合うことで仕事のストレスみたいなものも少なくなるかもしれないですよね。なので、わからないから不安。なので、それに対してしっかり真剣に向き合って考えてみる。しっかりこう調べてみる。しっかり勉強してみるっていうのをしてみると、やっぱりこう不安っていうのがだんだん楽しい。なので自分と向き合うことで自分のことが分かってきたら、自分はこんなことが好きだから、こんなことを努力して磨こうみたいになったら、自分が好きになって人生が楽しくなるかもしれないですし、病気と素直に向き合うことで不安になるだけではなくて、こう同じ病気の人が相談を受けたした時にこう返せるようになると、自分が病気になってよかったって思えることが一つでもあるかもしれないですよね。で仕事と素直に向き合うことで、こう仕事ができるようになるってなると、仕事ができないから不安、仕事がわからないから不安なのであって、仕事ができるようになると仕事が楽しいに変わるかもしれないですよね。で仕事が楽しいに変わると、やっぱり生きている時間とか起きている時間のほとんどが仕事なわけですから、そう考えると人生が楽しくなるっていうのがあると思います。あとはやっぱりもう一つ大事なのがですね、やっぱり人と向き合う、人間一人では生きていけないですから、いろんな人と向き合うことで、いろんな人のことを知ることで、やっぱりいろんな人と会うのが不安って思っていたのが、いろんな人と話すのが楽しいに変わると、やっぱり自分自身が自分自身を磨いていくことができますよね。なので逃げずに向かい合うっていうのが、僕はですね、やっぱりこの病気っていうのをするようになって、ちょっと感じました。なのでよかったらね、こう辛い時は逃げていいんですよ、当然。自分が潰れるぐらいだったらもう逃げてください。なので、逃げることも大事なんですけれども、こう逃げてばかりっていうのではなくて、不安なことっていうのがもしあるのであれば、ちょっと向き合ってみる。で、そのことについて知ってみる。っていうふうにすると不安が楽しい、もしくは不安がちょっと軽くなるっていうことはありますし、あともう一つ自分と向き合うっていうのがですね、何が不安かがわからないっていうのは、ものすごく大きな不安になることがあるので、そういった時もやっぱり自分と向き合うっていうのはすごく大事なことだと思いますので、こう私はもう何が不安か全然わかりませんみたいな時は、多分ちっちゃな不安がたくさんあったりだとか、あとはこう
漠然とした不安みたいなものだとどうしても取りにくいですよね。なので自分自身としっかり向き合うっていうのも大事なことかなと思うので、いろんなことを考えているとついつい自分自身との会話、独り言ではなくてこうなんか自分の気持ちとの会話みたいなものがどうしてもする時間がなくなってしまうので、個人的には夜するよりも朝する方が夜だとですね、疲れてマイナスなことばかり考えてしまうので、こう朝起きて30分ちょっと早く起きてみて30分自分自身のことを考えてみるっていう時間を作ると意外と不安が軽くなることもありますので試してみてください。ということで、まあ、不安の話になってしまったんですが、元は病気と仕事で今までは仕事中心だったのをちょっと健康管理っていうのを考えながら頑張ってみようかなっていう話からちょっと脱線したんですけれども、まあ仕事と病気と仕事にプラス不安っていうことで話してみました。ということで、和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。